立川男子落語ベスト20第20位は「天才」。天才がね20位っていうのはちょっと順位が下すぎる気もするんですけどもというのが若い頃のね NHK 出した音源が残ってる「えー、ネズミ穴と天才」。 このいずれも素晴らしい出来なす、えー、特に天才はね、リズムといいメロディーといいね、究極の落語のような気がするんです。男子の天才は。で、天才って話はね、今は結構みんな受けてるんだけど、私が学生の頃寄せに行って天才出るとね、本当にシーンと沈まれ返ってた うん、あんまり受けたのはね聞いたことがない。というのが仕込みの部分そして、えー、付け焼き場の、ね、部分でその仕込みのところがね単なる仕込みになってね笑いが起きないんですよ。それで八、えー、ンが「ベニラボーナンバル」先生に感化されて、えー、それはうちでやるわけですよね。 で仕込みが仕込みのための仕込みになってるからそこで面白いこと言ってもまだある程度の笑いは起きるんだけども爆発的な笑いにならないで天才って話はあんまり受ける話じゃないんだなってうん余水ってね天才に会うといつもそんな感じだったそれが男子のその音源をね当時はカセットテープでした聞いた時にものすごい受けてんです前半から受けてる 前半から受けてるから、最後の、このクライマックスのところはものすごく受けるわけで,で、この違いは何なのかっていうとね、仕込みのための仕込みじゃないんですよ。八五郎の乱暴さと、そして、最初に出てくる大屋、そしてタバコ屋、で、メインであるベニラボナマル先生、進学の先生。このね、やりとりがめちゃくちゃ面白いんだ。うん。 それで、後半クライマックスになっとものすごく受ける。で、受けない人とのね、違いは、やっぱり、特にベニラボーナムル先生がね、普通のダメな落語家がやるとね、ご隠居さんとあんまり変わんないんですよ。横丁のご隠居さんと。うん。そうじゃないん、ね ベニラボーナマルという神学の先生、この話にしか出てこない。このね、キャラクターが普通の小褒めだとかね、えー、一連のそういう恩返しのラグに出てくるご隠居とは違う。もっと、えー、魅力的なんだ。だ相手を洗脳してかかっていくわけでしょ、ね。それがね、男子がやると、 男子のキャラともこうかぶ,かぶさってね。めちゃくちゃ面白くなる。あ、うん、その違いなんですよ。うん。で、男子の場合はね。その若い頃の音源。おそらく四十前後でしょう。リズムが本当に完璧。で、いいメロディーが流れる。そして。えー、ベニラボをナムる先生が実に。魅力的なキャラで、はっさんが。 えー、乱暴者となのになぜ順位が20位なのか20位ったってね男子の米筆、えー、ネタを見るとね、まあ、100席以上あるわけですよ。20位に入ってことは相当いいんだけど順位がガクンと落ちたってことは晩年ねたまにやるんだけれども もうイリュージョン落語っていうのを意識しすぎて、この落語をイリュージョンで語ろうとしてる。そうすると、そのイリュージョンになった部分は面白いんだけれども、師匠に対して誠に失礼な言い方をするとね、リズムが崩れるんですよ。うん。イリュージョン落語ってね、一方で、どれだけ下手にやるかっていうのはあるんですよ。下手にやるってなしらく難しいぞってこういう言い方をしてました。うん。 下手ってなったらお客がリズムが狂うわけだから、うん、聞いてられなくなっちゃうわけでそれを聞かせるっていうのがねイリュージョン落語、うん、完璧にほぼパーフェクトであった天才のリズムが狂うことによってイリュージョン落語にはなるんだけどもその面白い天才の魅力が半減しちゃったっていうのがあるんだ。 そこら辺のところはどう思ったのか師匠とじっくり話したいところではあったんだけど、師匠も飽きてた部分あったね。私に向かって晩年、ね、落語なんかやってて面白いかって。うん。勘人の勘人がお分かりかなって、客みんな知ってんのに、こんなことやったら楽しいかねって。そういう言い方してて、うん。私びっくりしたことがあるな。うん。落、う、語、んうん、に飽きるっていうかね。 落語なんてそれほど面白くねえんじゃねえかって変な意気に男子が言っちゃったことがあったんだけどね。うん、やっぱりリズムを完璧な落語っていうのはイリュージョンにすると崩れてしまう。そこをどうするかっていうのは私なんかに課された課題のような気がしますけどね。うんえー、天才が2十位。 19位, 19, 位19位、えー、金玉医者。うちの師匠が晩年最も好んでやってたえ大好きな話。当然、ベストでに入ってくるだろうっていうね、なんか私はね、まだそこまで金玉医者の魅力にはまってないんだな。白くラグ大前週の ラストの方にかけて、えー、あの、芝浜と金玉医者って入れてるんだけど、私が67歳ぐらいの時になれば金玉医者の魅力がもっと分かるかなっていう、そういうつもりで、えー、入れてるんだけど、うん。あのバカバカしさっていうのはね、分かるんだけど、客にどこまで伝わったかっ、男子信者、男子マニアには伝わるんですあのバカバカしさは。 芝浜を一方でやってる人がね、金玉医者、小話ですよ、はっきり言ってね。うん。食ったらね、話なんで。でもこれでね、芝浜と同じぐらい、自分のファン以外の大衆を魅了したかったっていうのは男子の思いなんだけど。そこには至ってなかったね。篠のす兄さんとの新橋演舞場での親子会。篠のす兄さんは、あの、満杯のお客。 おば様方中心、自分の新作落語でどっかんどっかん受け出したその後、男子は出てってねああ「金玉医者やるんだろうね全然受けない」あ,あ、この客には無理だな」うん「演舞場の客には無理だねこれ」なんて言ってたけど内心相当ショック受けてるはずなんだよね芝浜で アンチ男子を含めてこう、えー、魅了したならば究極のナンセンスの落語全ての落語の中で一番バカバカしい何の内容もないくだらないこれで大衆を魅了することができれば立川男子のイリュージョン落語ンの完成のはずだったそれが無理だったとなってくるとね 男子原理主義者としては「金玉医者」っていうのは栄えある1位においてもいいんだけども未完成なんですよね、うん、それを「白子お前が完成させろ」ってこう言ってるのかなできんのかなまだわかんないんだ「金玉医者」タイトルからして <laughs>、えー「子供に言えない娘に」 パパ今日何の楽やったの金玉医者って軽蔑されるよね。うん